カニ吉チは、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。槍の名手として知られた。通称のサ蔵でよく知られており、伊カ本校でもサ蔵と記す。天文23年、美ノ国カニ群に生まれ、幼少期を眼鏡寺で過ごす。寺伝では、元朝倉氏の側室の子として生まれたという伝えがある。宝蔵院流僧術の快祖。 格前棒陰影に創術を学んだとされる。織田信長の家臣であった柴田勝家、明智光秀、前田利家らに仕えた。そして、信長の三男、信孝に仕えるも、天正十一年に、信孝が、橋場秀吉の攻撃を受けて自害したため、秀吉の老い、秀寺に仕えた。しかし小牧、長久手の戦いで、 秀次が徳川家康に大敗を喫すると、秀次と対立して、浪人になった。その後、伊予国11万国の領主となった、福島生息に仕えて750国の治療を与えられた。天正18年の小田原征伐では、北条氏則が守備する、二雷山城攻撃に参加し、戦闘に自ら立って攻撃した。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、 福島軍の戦方隊長として参加し、前哨戦の岐阜城の戦いでも3、関ヶ原本戦でも敵兵の首を17も取り、家康からも大いに称賛された。ただし17の方は、戦後に笹の葉を含ませていた首の数である。この武功により、生息から500国を新たに治療として与えられた。後に746国に数をされた。 生息が関ヶ原の功績により秋国広島藩に数を違法されると、それに従って広島に赴いた。西蔵は若い頃からアタゴゴンを厚く信仰していたため、我はアタゴゴンの縁日に死なんと予言していたとされる。その予言通り、慶長18年6月24日のアタゴゴンの縁日の日、決済して身を清め、 甲冑をつけて将棋に腰掛けたまま死去したと伝えられている。遺言により広島の矢賀の坂の脇に葬られ、備州ハグリ軍の住人化に斎造基地長と刻んだ石頭が建てられたという。現在は広島市東区東山城の斎造寺にて弔われている。去年60、前述のように斎造は主君を何度も変えている。しかし、 同じように士官先を転々とした東道高虎が変節官などとそしられ、現代でも小説などで否定的に描かれるのに対し、才造の人気は当時からかなり高かった。当時、墓前を通る者は才造の武勇を称賛しその墓前で下馬して礼を送った。笹の差し物を背負って戦い、戦いにおいては敵の首を打つことが常に多くてとても腰に。 抱えることができなかった。このため刺し物の笹の葉を取って首の切り口に入れておいたという。このため、サイの打った首と合戦の直後にすぐに分かったという。これらの経緯から笹のサイと称された。笹を敵の首に入れ出したのは森長吉に仕えていた頃とされ、公衆性伐で森長吉が464の死球を実験した際、サイは3つの首を持って 長吉の前に現れ、16の首を取り申したと、ご語した。長吉が3つしかないではないかといぶかると、首が多すぎて捨てました。ただし取った首には、笹の葉を含ませて置いてまいりましたと述べた。長吉が調べさせると笹を含んだ13の子宮が、見つかり、細蔵はこの時から笹の細蔵の異名を取った。笹を口に含ませるということは、 酒を打ち取った相手に飲ます最後の手向けという意味合いもあると言われる。斎造は武将というより大名家の一兵士的な身分だったが、それにもかかわらず今も巧妙である理由として、関ヶ原の合戦における活躍を家康から大いに称賛されたことを挙げる人がいる。家康が称賛した際、斎造は20個の支給を挙げている。武功は常に大きく先陣を進み、 槍を合わすこと二十八、敵の首を取ること二十機、言語道断古今なしと評されている。江戸時代中期の常山治段には、ある説によればとして、庭山次郎、谷、では、笹の斎造、稲葉匠、中黒道水、渡辺勘兵衛、辻小作は義兄弟の約束をして武勇に励み、立身を誓い合った中で、天下七兄弟と呼ばれたという。関ヶ原の戦いでは、 部の友である、梶田茂しと共に私有を争い、大谷義継の辞に攻め入って、対抗を荒らわし、浮北秀家の辞に突入。十字無尽に働いて対象株の支給を互いに取り、徳川家康の本陣へ持ち帰り、徳川家康から互いに称賛された。あと、し生も共に福島生息に仕えた。秀でが、長くての戦いで大敗したとき、 サイは真っ先に逃げ、それを見た秀次が激怒して解雇したとされる。この時、敗軍の混乱で徒歩で逃げていた、秀次の横をサイが馬で通りかかった。それを見た秀次が、馬をよこせと言ったところ、雨の日の傘に、こうと答え、そのまま走り去ったという。つまり必要なものであるので、たとえ仕組んであっても譲ることはできないというのである。一説では、この敵に槍は通じない。 クソくらえだと方言して、秀次の怒りを買ったと申される。またその他にも、意識なくそんなことをやったかと述べて自分から浪人したともされる。ある時、法蔵院陰影に槍を学んだ際、かえって槍がうまく使えなくなり、相談したところ、中途に技術を使おうとするから、うまくいかないのです。無心の状態でも使えるようになるまで一心に、修行なさいと悟され、その修行の結果、 今度は、惑うことなく自在に槍を震えるようになったという。二ら山ま攻めの時、宇治のりは、その豪遊に感嘆し、あの武将は誰かと尋ねたという。関ヶ原で東軍の戦法は生息と決まっていたが、徳川家のいい直政と、松平忠義が抜けがけしようとした。この時才造はそれを咎めて、引き止めようとしたが直政は、忠義の名をあえて持ち出したため、才造もそれ以上。 とがめられず、道を譲り、なおまさらが先人を盗むのを歯がゆい思いで、見逃すしかなかったとされる。自分の部下を大切にし、特にその中に武勇に優れていた者がいれば惜しみなく、自らの禄を分け与えたという。ある時、才造に対して試合を申し込む武者が現れた。すると才造は、笹の刺し物を背中に差し甲冑で身を固め、 さらに部下10名に鉄砲を持たせて試合の場に現れたという。相手がこれは実戦ではなく試合だというと、斉蔵は俺の試合は実戦が全てだと笑いながら答えたという。これは斉蔵がたとえ試合でも油断なく構えていたことを示していたものとされる。晩年も息は少しも衰えず常に馬を乗り回していた。周囲の人々が年齢を考えてはというと、 漏水するのは人によると笑って答えたという。しかしさすがに重かったのか、なぎなたは部下に持たせることが多かった。これを受けて部下が、西蔵様も年を取られましたねというと、なぎなたを取ってその部下の首を打ち落としたと伝えられている。笹工人、石井次郎の家には、蟹吉町の子孫とする家系図が伝わる。笹によると、 笹の斎蔵の異名から子孫が改正したという、ありがとうございます。